これは採点した方がいいの？そうする。まあどちらでも。どちらでもいいですかね。いやでもこれであの揚げプロ広告しちゃって。これは換算しません。しゃれらないです。換算しないから大丈夫だ。はい。じゃあ、はい、僕いつもメイドカフェに行ってるんで。はいはいはい。さっき見ましたよ。さきちゃんだっけ？みゆちゃん。みゆちゃんね。はいはい。みゆちゃん可愛かったね。はい。秋葉あるある。秋葉あるあるを。はい、わかりました。はい。あ、山手線で秋葉に行こうかな。よし、ちょっと電車の中で寝よ。ああ、もう秋葉着いたかな。あ、御徒町わかんないかな。もう踏まえてもう一回ごめん、うん、それさ、最初にやった方が良くない？まず見せてから見せてからやった方が良くない？そのパターン、そう、そのパターン。あの、分かんないからね。うん、そう。あきばあるある。あー、今日もメイド喫茶楽しかったな。もうみんなご飯食べに行こうよ。どこ行く？ココス。秋葉でご飯食べるとき必ずココス。はい、あきばあるある。どうも、あれ終わったよ。秋葉原はちょっと我々には分からないですね。絶対にココス行くんですよ。ココスしかない。はい、必ず必ず、はい。まあ、AKB オタとかみんなココスに溜まってるんですよ。 AKB オタがいるんですね。24時間営業なんてココスでドリンクバーだけでも粘るみたいな。なるほどなるほど。それもあるあるですよね。そう、あるある。それもあるあるでやらなきゃいけなかったのに。他にはないですか、あるあるは。ちょっとちっちゃくあって思いました。何のあでしょうか分かんないですけど、たかしくん、はい、他にはないの、あるあるは。メイドリーミンっていうメイドカフェがある。メイドリーミンっていうメイドカフェがあるんですね、秋葉に。はい、はい、1号店行った後、はい、2号店。わかりました、じゃあやってください。秋葉あるある。あー、メイドリーミン1号店楽しかったな。じゃあ次メイドリーミン2号店行こうかな。はしごだ。メイドリーミン1号店と2号店の距離結構長い。はい、アッキーはあるある。知らねえよ、そっから知っちゃうんだよ。アッキーはあるある。これさ、弾けないの。おーおーおー、ちょっと、うん、おー、こっちも。あ、同期だ、そうだ、同期だ、同期だ、そうだ。おっ、おー、できた。だけど別にもう一回やって。あれ、うん、これ弾いてもらおう。じゃあどれでよかったっすか。うん、どれでもいいよ。今回のことはないから、分かんないから。あー、メイド喫茶楽しかった。だから最初やらない。はい、秋葉あるある。あー、メイド喫茶楽しかったな。みんなご飯食べに行こうよ。どこ行く？ココス。秋葉でご飯食べるとき必ずココス。はい、秋葉あるある。すごいじゃん。いいじゃん、3人でやっていきなよ、これ。ちょっと、お前だけやってるよ。ピンネタもあるんだね。すごいじゃん。R1? R1 ってやるの、これ。あ、やろうかなと。あ、本当に。だってもっと、じゃあ、だって2分ぐらいでしょ、ネタ1回戦。R1 はあと15個ぐらい。15個。15個やるんだ。それはやっぱり僕ら共感得れるものじゃないでしょ、多分。え、今共感得てないよ。あ、得てない。もちろんだけど。あ、じゃあちょっと寄せて。寄せて。あ、ちょっと寄せる。寄せない方がいいんじゃないですか。頑張りましょう。頑張りました。R1 出るということで。頑張ってください。じゃあ、アット組って書いてあります。これ何なんですか。アットホームカフェ。あ、これアットホーム。T シャツなの。そういうのも買っちゃうんだね。そうです。もともとは何のオタクなの。アイドルじゃない。アイドルなんだ。チェック。結局ありません。今一押しのアイドルは誰なの。やっぱみゆちゃんですね。誰。さっきのメイドカフェの。メイドカフェの子はアイドルじゃないでしょ。あ、メイドルです。メイドル。メイドルっていうか、あ、そのメイドルを追っかけてるわけね。メイドルです。犯罪しないように
大丈夫です。はい、まあまあまあ、それは、なんか告知がある人とかぜひぜひ来ていただいたら。